てるんですね、結構。だからちょっと体調を崩していられないので、元気に頑張ります。多分リハ終わりも多分15分ぐらいしかできないと思うんですけど、私は偏頭痛持ち、マロも偏頭痛持ちなんですよ。一緒一緒。こんばんは。だから何、気圧が低い時とかめっちゃ頭痛くなる。わあ、ハートたくさんありがとう。頑張れ、ありがとうね、頑張る。結構ね、覚えるんですよ。そう、でも頑張りたいと思います。化粧なしでも全然いけてる。本当に？ありがとう。最近気づいたらまーちゃんに夢中なのは本人には言えない。もう言ってるじゃん、ほんとに。ここで言ってるんよ。ありがとう。嬉しい。あ、ハートありがとう。クリスマス公演は配信で応援します。わ、配信も見てください、ぜひ皆さん。DMM 配信で。なんかさ、ほら、前髪切ってないのに前髪短いんだけど、なんでなんだろう。 なんでなんですか。わ、ハートありがとう。新進公演行く？わ、本当嬉しい。新進公演もそう、2日にあるので、新春公演の瀬取りとか全然まだ分かんないんですけど、そのね、リハとかもこれから始まってくるので、これから控えてるのはその、なんだっけ、クリスマス公演、サラの卒業公演、新春公演、あと周年もあるからね、この4つ。頭で覚えるタイプ、体で覚えるタイプ、まあ体で覚えるタイプかな。頭で覚えるタイプ。なんか、どう、なんだろうね。でも、振り入れ本当にね、嫌なんだよね。 結局ね、覚えるからいいんだけど、その前の時間が本当にね、嫌なんですけど、でもやっぱり踊ってしまえばね、めちゃめちゃ楽しいし。覚えることが苦手だから、まだ。でも不思議だよね、まだ絶対覚えられないって思ったものをさ、覚えられてるのが不思議だよね。人間って不思議。 脳みそって不思議だって。その初めてさ、その振りとかを見てさ、覚えなきゃいけないみたいな時、絶対まだ覚えられないって思うのね、毎回毎回。でもいつかは絶対覚えられると思ってやるんだけど、そしたらいつの間にかね、踊れるようになってて不思議だよね。こんばんは。もうなんか勝手に踊れるようになってほしい。覚えるまでの工程をすっぽかしてさ、勝手になんか踊れるようになってほしいよね。そしたら最高だよ。もうステージも楽しいしさ、覚えるのがね、苦手だから。でもなんか最近振り入れとかもそんなに時間かけてないから、覚えるの苦手なのかな、わかんない。 苦手ではないのかな、その嫌なの、覚えるのが嫌だって思っちゃうのかもしれない、なんかシンプルに。 でも振り入れとかもだんだんね、早くなってきた気がする。自分でも早くなってる気がする。うん。 そう、いつの間にか覚えてるんだよね。不思議だ。ピース。皆さんぜひクリスマス公演と、サラの卒業公演、新春公演、周年公演、楽しみにしていてください。これから楽しい公演が始まります。でも、サラの卒業公演は寂しいけど、笑顔で送り出したらいいなと思います。なんか、2期生がさ、卒業するのって初めてだからさ、なんかまだ実感湧かないんだよね、本当に。先輩の卒業公演とかさ、しかやったことないじゃん。だから、なんか同期が卒業するって、どういう感覚なんだろうと思って。
まだ実感湧かない。なんかなかなか会えてもないし、さらに実感湧かない。さすがアイドル私はアイドルです。私はアイドルでした。こんばんは。でも今日は早く寝て、フリーレとか始まるのでそれに備えてね、雪にも負けず風にも負けずなんだっけ、土にも雨粒にも負けずみたいなあったよね。なんだっけ忘れちゃった。そういうのあるよねなんだっけ、アリンコにも田んぼの、もうあんま覚えてないそういうのなかった。なんか詩、そういう詩あるよね。雨にも負けずみたいな感じあるよね。あ、そう、宮沢賢治さん国語の授業で習ったんだよね、いつか忘れて。小学生かな、中学生かな。雨にも、あ、そう、それそれ。え、それまだ小学校か中学校の時に暗記しなきゃいけなくて、暗記したんだよね多分。でもね、すぐね、その宿題っていうかそのテストが終わったらもうすぐ忘れるまだね、本当にもうそれが終わったらすぐ忘れる脳みそでできてるから。そう、そして新しいものをまた覚えなきゃいけないから、もうこう入ってそのテストが終わったらピュンで、また新しいのをこうやってだから振り入れとかもそうだよ。なんかさ、コンサートとかさ、公演とかでなんか初めてやる曲でその時しかやらない曲とか結構あるじゃないですか。そういうのももうその時はめっちゃ頑張って覚えるんだけど、終わった瞬間にもうポーンってどっか行っちゃうそう、効率的なのとか、もうそうだね、いい感じに言ってしまえばそうです。私は、私の脳みそはそうできています。わあ、60日お前のギフトありがとうございます。ところてんの、ところてんのっていうの、そういうの美味しそうだよ、美味しそうだよって言っちゃう美味しそうじゃん、マナの脳みそ。だから漢字も、え、絶対そうだよね。なんか漢字のテストとかは頑張って割と勉強して覚えてたと思うんだけど、終わったらもう忘れちゃうよね。みんなそんなもんで、え、マナも異常だと思う、もっとだと思う。だってコンサートでやった振り覚えてるかな、マナあの単独コンサートの時とか、立ち、しかも立ち位置もあるじゃないですか、マナたちの場合。立ち位置とか覚えてるかななんか数字とかあるじゃないですか、数字とかでバミリっていうんですかとかでさ覚えるんですけど、普通は。でもな、感覚とかで、でも数字も覚えてるんだけど、ほぼ感覚で覚えてる。お隣さんは下方とか、お隣さん右隣ゆうとか、なんかこう自然とさ、まだ結構周りの人とかと目合わせちゃう癖があって、それで勝手に覚えちゃう、メンバーどこが誰がどこにいるかみたいなそれで結構覚えてるかも。もちろん数字もね覚えてるけど、今はちょっとあんま覚えてない。でもなんかときメッセってなるとさ、すごい番号が25とかまであるんですよ。あの公演とかは8、最大78ぐらいしかないんだけど、ときメッセってなるとやっぱ会場自体が大きいからステージも大きいわけじゃないですか。てかどれぐらいあったか、もっとあったかな、28とかあったのかなとかあった気がする。上書き保存できる方がいい。あ、もう上書き保存タイプかも。60日お目のギフトありがとうございます。今日で60日ですイントネーションおかしいんだよね、まだ本当に。今のは自分でも気づけた。なんかまだ自分でさ気づかない時あるんだよね、イントネーションおかしい時。メンバーに言われる、今イントネーションおかしかったよとか言われた。お母さんにも言われた、イントネーション変だよって言われて。なんかお母さんも割とイントネーションおかしい時あるんだよねダンスのフォーメーションとかも、あー、でもダンスはなんだろう、動線とかかな、どっちかって言ったら動線とかをメンバーみんなで
なんか話し合ったりしてやってます。リハは60日は2ヶ月だからすごいね。そう、2ヶ月、今日で2ヶ月配信、2ヶ月毎日配信記念日、長イエーイ、今日で2ヶ月目。方言は可愛いけどね、方言は可愛いんだけど、マナの場合なんかただただイントネーションがおかしいだけなのねだから全然可愛くないの、なんかただイントネーション変なやつみたいな方言だったらいいんだけどね、方言だったら可愛いのに。マナってなまってるのかな、どうなんだろう。でもなまってる人と話したら多分マナもなまっちゃうんだろうけど、でも別にそんななまってないんだよね、普段からもともと。でもなまろうと思えばなまれると思う多分ね。100と言わず1年頑張って、いやとりあえず100日を目指して今頑張ってます。まだ60日なのでね、まだ。え、パンダいるんだけど今気づいた。わー、レインボーの推し、ありがとうございます。そう、今何分って聞こうとしたんだけどさ、いつももうちょっとでさ15分経つときに聞くからさ、もうちょっとで15分だよねきっと多分いつもそうなんだよね、いつもあと1分とかあと2分とかのときに時間聞いてる。あと2分くらい、ほら、そうなの、マナ逆にすごいんだよね。なんか本当にマナ車で結構寝ちゃうんですよ。寝ちゃうんだけど、あの着く1分前とか2分前とかにちょうど目覚めるの、怖くない？毎回そうなの。なんかロケ生写真とか行ってた時も、あの結構遠いところとかもさ車で行ってたんですけど、そういう時マナ絶対寝ちゃうんですね絶対、しかも朝早いから絶対寝ちゃうんですよ車の中で。で着く1分前とかにパッて目覚めるの。そしたら場所に着いたの、着くみたいな時が何回もあって。そう、あとその学校とかもさ車だったから、学校に着く少し前にパッて毎回目覚めるの。高校生の時とか中学生の時もやばいよね。家に着くちょっと前ぐらいに目覚めたりする。やんやんやん、小学校の時も、小学校の時はずっと寝てたかなあんま覚えてない、小学生だって。小学生何年前だ、マナ21-12歳か、12歳だから9歳、9年前だ。小学生は電車とかで寝過ごすとか、え、だから本当に起きるの、マナ必ず。新幹線とか乗ってても、あ、60日達成しました、イエーイ。あと40日頑張りたいと思います。そう、新幹線も東京駅とかで降りたりする時とかも起きる。まあでも東京は最終だからね、あれだけど。でも電車マナー寝ないかも、電車は。わかんない、こんばんは。ということで壇上を読みたいと思います。13位、よしあきさん、12位、ひでさん、11位、ディーヤマさん、10位、すずなさん、9位、田中はやぶささん、8位、カランコロンさん、7位、竹蔵さん、6位、アザラシクジランさん、5位、ガッティさん、4位、タマム48さん、3位、浅田るいさん、2位、ワンワンさん、そして1位は里政さんです。イエーイ、60日目、ありがとうございました。ということで明日からも配信よろしくお願いします。ということでまた明日お会いしましょう。バイバーイ、またねー。